ただその全ての銀行ができるってわけじゃなくて、うん、やはりあの非居住者、非居住者ですね、うん、が作れるっていう銀行っていうのはやっぱり限られてますので、限られてる、うん、そういった中で、ANZ 銀行っていうですね、オーストラリアニュージーランドバンクっていうんですけど、うん、まあ、僕らの金融界の時はアンズって呼んでるんですけどね、うん、ANZ でアンズですね、まあ、こちらが、日本人の担当者とかを置いて、うん、積極的に、ある程度積極的にこう口座とかを作ってくれたりするんですよね。あ、じゃあ日本人の日本語によるサポートとかそういうのが現地にあるってことですか。そうですね、はい、っていうのはワーキングホリデーの子たちが、はいはい、向こうで暮らすのにそういって銀行口座必要じゃないですか、生活費で、ね、そういった子たちを結構取り込んでてですね、ですからそこの支店に行くとよく若い女の子たちがいっぱいいるんで、お客さん連れてった時にこう楽しいなみたいな気分で日本にも支店あるんですか。日本にですね、あるんですけども、うん、まあ、実は僕の昔の銀行の先輩がですね、うん、そこ の日本人のナンバーワンやってるんですけど、うん、で、まあ、僕もオーストラリア関係のですね、うん、やってるんでちょっとこういろいろこうアライアンスできないかなと、アライアンス組めないかなと思ってですね、うん、聞いたんですよ、うん、で一応まだホームページ上載ってるんですけど、うん、取り次ぎっていうような形で、うん、書類だけを、うん、まあ、そこで準備して送っておいて、うん、で本人が行ってそこで作るって話なんですけど、うん、ただ基本的にはやりたくないって言ってましたね、うん、っていうのは、うん、